さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきたいと思います。今日は原さんがお休みのためこちらの皆さんと共にお届けします。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さてシーンを見る前にですね、はい、今回ゲストにいらっしゃったバンドさんが、うん、先週末古巣であるガンバ戦の前に現役引退を発表しました、はいはい、バンドさん現役生活お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう半年ぐらいやってなかったですから今更感がちょっとありましたけどいやでもやっぱ嬉しいもんでしたね。はい、レイさんからここでちょっとねプレゼントがあるということで、ほうプレゼント、レイさんお願いします。Congratulations。 ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。さて率直な今の心境ってバンドさんどんなものですか？いやこれ仕事始めですから、はい、今日が現役引退後の退してから、そういうことですか。すごい。それがジャッジリプレイで、はい、これはいいタイミングだなと。これはセカンドキャリア審判ですか？いやなるほどね。あもうね、いや、もう、あ、small present for you. Maybe you think of becoming a referee, yeah? いいですね。これ結構もらいましたね。じゃあ今度ジャッジする立場で。いや、そうですね、もうこれからはちょっとレッドもらわないようにやっていきたいと思います。はい、でもほら、海外でよく引退しましたって言っておきながら、またほら現役に復帰する。ありますあります。選手いますもんね。だから馬野さんいいんですよ。でもね、半年ぐらいもうやってなくて、はい、もうそれで、あ、もう引退やなってなったんで、うん、まあ復帰することはもうないとは思いますけど、まあまあ。ちょっと歯切れ悪いですもんね。ちょっと可能性残したら Also a place for refereeing if you want to become a referee. 審判になるっていう可能性ももちろんありますので。いやもう走りたくないです。もう走るのはいいです。もうまあでもこれからいろんな場での活躍を期待してますんで、はい、ありがとうございます。はい、これからもぜひ頑張ってください。はい、さあでは今週のシーンをいくつか見ていきたいと思います。今回ご紹介するシーンはこちらです。J2 と J1 からシーンを選出しています。ではまずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J2 リーグ第32節ヴァンフォーレ甲府対柏レイソル55分のシーンです。甲府のこの攻撃の場面から2つの事象を見ていただきます。まずこのロングボールを受けた内田健太に対してボールを奪いに行った瀬川との接触がありました。ただここは内田がオフサイドだったこともあって特に問題にはなりませんでした。ただその後のこのスローインからのこぼれ球を瀬川が拾いに行ったところで今度は内田が足の裏を見せてチャージに行きます。ただプレーはそのまま流れまして止まったところで柏の選手たちが猛抗議で結局ファールの判定がなくカードも出なかったのですが、このジャッジについてどうだったのか皆さんに議論していただきたいと思います。さてまず平畑さんにお伺いしたいと思います。まあ、結構大きな話題になった事象ですけれども、はい、そうですね。どうですか？まず最初のまず瀬川選手がタックルに行ったシーンですけど、うん、まあ、結局はオフサイドだったということもあって、はい、まあ、そのまあノーファールっていうところはそれでいいと思うんですけど、はい、でその後にちょっとこう瀬川選手と内田健太選手がちょっとこう人も人なんか二言三言交わすようなところあって、うん、ちょっと見てるとなんか不穏な空気はなんとなし僕も見てる時に感じたのは正直あるんです、はいはい、で、その後のスローインからのシーンであそこで内田選手があのタックルをしてると報復と見られがちだとはまず思うんですよね、はい、でなおかつレイソル あのベンチの前だったので、はい、さらにやっぱりこうやっぱエキサイトするっていうか、うん、今の映像で当たってるかどうか僕はちょっとはっきり分からないですけど内田選手やっぱり気をつけた方が良かったんじゃないかなっていう気はしますね、うん、こちらツイッターの方では、一つ目はこれいやこれ膝大丈夫という、うん、まあ、短い文ですけども、うん、でこちらは、内田は全くボールに行っていないとボールに行ってなさすぎて瀬川を狙っているように見えても仕方がないと、うん、まあ、バンドさんはこういう時のピッチ内の空気感なんかもよくわかると思いますけど、はい、まずはもう
これですね。赤。もう2つ目のシーンがまずこれですね。こう選手のこう気持ち的に言っていくと、1つ目のシーンありますよね。内田選手がこう抜けて、であれ瀬川選手がこう行って最初にやっぱ触ってるんですよ、はい、最初にボールを突っついてるんですよ、ね、でもこういったところに内田選手もこう行ってしまうから、はい、一見こうファールかどうかみたいな感じいろいろあると思うんですよ、うん、でもこれ見方がいろいろあるからこれはまあどうっていうのは言えないんですけど、はい、まあ、オフサイドだったから、そのまま流れましたけど、でも選手からしたらおい、うん、痛いやんみたいな、足裏こっちファールされてんじゃんみたいな感じで内田選手は思ってるんですよ、はい、で瀬川選手からしたらいやいや自分のが先にボール触ってますよ、うんうんうん、別にファールじゃありませんよ、うん、みたいなのでこう2人がこうわーってなって、はい、特に内田選手からしたらおい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 みたいな感じになって、じゃあこの後そんな感じだったらお前やっちゃうよ、こっちも行くよみたいな、こっちも行くよみたいな感じに思ってるんですよ、うん、だからあそこでレフリーがいやまあまあちょっと待てと、うん、お互いね、うん、落ち着けと、うん、でまあオフサイドやったからあれやけど、あの瀬川選手も気をつけてくれよってちょっと落ち着かせたらよかったんですけど、うん、そのまま流したからこの後のシーンですよね、うんうん、これ実際あの瀬川選手は内もものあたりに結構裂傷がありまして、うん、出血もしてたそうなんですよ、うん、まあ、実際画面にもちらっと映るんですけれども、うんうん、まあ、ですからかなり危険だったのは確かなんですよね。いやいや、もう危険どころじゃなくて、これ本当にこの大きな怪我というか、これも選手生命を失いかねない怪我ですから、それをこうならなかっただけでラッキーだなと。あとこれは本当にね、もしこれを怪我を内田選手がさせてたら一生後悔すると思うんで、うん、まあ、このシーンレイさん結局、ゲームの中ではファールにもならなかった、でなぜそうならなかったのも含めてレイさんのこのシーンの見解をちょっと聞かせてください。From the isolated clip, we don't know what's happening during the game between these two players. あのこう切り取った事象だけ映像で見てみると、あのその選手間で何があったかっていうのは分からないと思いますね。And the first challenge, Sagawa-san doesn't even say sorry to, to the player for the tackle. あの最初のタックルが終わった後、瀬川選手何も別にごめんねっていうような、仕草も見せてませんね。I think I agree with you. The referee could probably go and just check with the player. バントさんおっしゃったように、ここでもう主審が来て、まあチェックするべきです。まずチェックして、それからまあコントロールする、ということができましたね、本体だったら。There could be some question whether this could be a yellow card or not for this tackle. で、ここでまずあのもう一つですね、考えたのが、これがイエローなのかどうかっていう、このタックルがイエローかどうかっていうところも考えなければいけませんね。Or is it a warning for the player? まあ、それか忠告をするだけでも良いのかっていうところです。But no doubt, Uchida-san was very hurt from this particular tackle. ただ、あの今回のその最初のタックルで内田選手がまあ痛んでいたっていうのはもう確かですし、怒ってたのも確かです。And as a referee, always keep an eye on the players involved.であの出身としてはやはりこの、こういう事象に関わった選手たちにしっかり注目しておくというのが大事です。We always say to players, never take the law into your own hands. ただしあの選手たちにも言いたいんですけども、これは自分の独自の見解でこうあの報復していいですとか、あの仕返しをしていいなんていう考えを持ってはいけません。And Uchida-san now seeking retribution for the tackle. でこの、まあ、内田選手ここのタックルに関してじゃあ次、まあ、自分も行ってやるぞと。いうチャンスを伺っているようにも思いますよね。I'm sure all professional players, even all football players, do not want to see a tackle like this. あのこういう、まあ、2回目のタックルですね。これはもうあの選手全員ですよね。あのこのタックルは見たくないというふうに思っているはずです。In fact, it's not a tackle. This is an act of violence. あのもう実はもうこれタックルでもないんですよね。単純にもう乱暴な行為です。Mm-hmm. And I totally agree. This is a career-threatening tackle. もうこれあのキャリアを終わらせてしまってもおかしくないようなタックルといいますか、チャレンジですよね。I think from the referee point of view and assistant referee one, we're disappointed it wasn't recognized. あの主審副審がこれを見逃してしまったこと、それがとても残念に思います。Mm-hmm. And, we have to look at the view of the assistant referee one, but also the view of the referee as well. あの、アシスト副審の、まあ、司会ですね、というのをしか見てみなきゃいけません。どこを見ているか、それから主審がどこを見ているか、そこもチェックしなければいけませんね。And during our training, we would question how we actually make sure next time, if this happens,
how we can best see this situation. で、トレーニングの中でもですね、こういった事象がまた起こった時に、じゃあどうしたら、良い、視界を持てるのか、どういうふうに対処したらいいのかっていうのをトレーニングでやります。I don't need to tell referees. Every referee will know this is a red card. もう自分が言うまでもなくですね、主審は審判団はみんなこれがレッドだっていうふうに分かると思います。But more important, how do we actually identify this type of challenge that takes place? ただこれ大事なことなのが、より大事なことはこれをですね、いかにこう、検知するか。という術ですね。それを知ることが大事です。I'm sure Ichida-san will look back and see this and think maybe he lost his self-control in this type of situation. 内田選手もですね、これを、まあ、自身で見てみて、後で見てですね、ちょっと自制心を失ってしまったんだなというふうに自分で感じると思います。And when we're angry as not just a player but as an individual, sometimes we do rash things. 怒ってる時ですね、やっぱり選手としてだけじゃなくて、まあ一個人というか人間として怒っている時ちょっと急いでしまったりとかすることありますよね。Sometimes we regret something which we've done, which is probably started from an earlier challenge. で、まあそうですね、それをしてしまった時に、まあ後悔することというのもあるかと思いますけれども、ただこれはやはりその最初のタックルですね、あそこから始まっている、まあ一連の流れがあります。But this is a clear red card offense. ただしこれはもう明らかにレッドです。まあ、この2つ目のシーンに関しては正直そんなにこう議論にならないとは思うんですけど、1つ目が結構気になりまして、あれはまあファールなのか、もしくはイエローカード出すべきなのか。Yeah, so it could be, but it could. I mean, some referees will see that as dangerous play and maybe give the yellow card. 主審によってはですけども、これをデンジャラスプレーというふうに捉えてイエローを出す選手、主審もいます。Just a high foot.Players about to kick the ball at the same time. ボールを蹴ろうとしている選手の横で足を上げてしまっているというふうに捉えることもできますね。But in fact, Ichida-san actually kicks the foot of Segawa-san. ただしこれを見てみますと、瀬川選手の足を内田選手が蹴っているというのがわかりますね。そうなんですね。And all players know that is that hurts when you kick someone. これ痛いっていうのはもう選手はわかりますよね。It's not an automatic yellow card. ただしこれをしたからといっても自動的にイエローカードっていうふうには言えないと思います。If no injury, nobody would do anything. They just talk about the situation. これで大きな怪我がなかったとしたら、まあこういうところはそこまで話題にはならないかと思います。But you could give a warning to Segawa-san to say, look, just be careful next time. ただし瀬川選手に対して、ちょっとこれは、もう少し気をつけてねっていうことを、まあ、忠告することはできますよね。そうですね。なんかレフェリーの人に、まあ、分かってほしいってわけじゃないですけど、選手からしたら、じゃあこれってこう、まあ、接触がある、どっちがどうこうっていうので、まあ、選手はちょっとえって思うじゃないですか。で、オフサイドやから、これがじゃあ、オフサイドやからファールね、じゃあイエローとか関係ないねではないんですよね、選手たちって。そのファールじゃないからこの接触って関係ないねじゃなくて、その接触自体によって選手って、おいなんやねんとか、えそれどうなんっていうのをこう結構こう気持ち的にわーってなっちゃうんですよ。だからそこをファールとか関係なしに、オフサイドとか関係なしにやっぱりちょっと抑えてほしい。You can give the yellow card even though the offside decision came first. もしもこれがオフサイドって認められてたとしてもですね、その後にイエロー出すことももちろんできます。So you can give the offside, but also can still give the yellow card. オフサイドだっていう判定今しましたけども、そこでイエロー出すこともできました。選手ってこういう練習とかでも結構やっぱこういう報復っていうか、そういうプレーってあるんですよ。ボール回しとかでもこう取りに行った、じゃあ何やらかんやらみたいなんで最後バーンってなるみたいなのよくあるんですけど、これ一番思うのは、最初に瀬川選手からしたら、いやファールじゃない、もちろん自分はこうボール行ってるし、でも当たって痛がってるから、そこでごめんねってちょんちょんってやっとけばこれなかったと思う。だから結構そのね、練習でも最初に、ごめんごめんとかって謝ったら結構、じゃあまあ OKOK ってなるけど、それが謝らへんかったら、お前謝らへんねやみたいな、それどっち悪いとかどうこう、謝らへんねや、じゃあもう分かったよっていうふうにスイッチ入っちゃうんですよ、選手からしたら。だから最初に瀬川選手が、ごめんね、内田選手ごめんねってちょっとでもやっとけば、これはなかったと思いますね。
安藤さんはそういうところはもう上手でしたか。いや僕はもうあのやるんはやるけど謝るんは謝りますから。だからあんまやられない、あんまやられたことないですよ。謝るん結構大事なんですよ、はい、うん、そうですよね、謝るん大事です、うんうん、And one of the key training we say to referees, never leave an angry player angry. あのレフリーのトレーニングで言っていることですごく大事なんですけども、怒っている選手を怒ったままにしておくなっていうことを言っています。Because they'll commit another foul. そしたらまたあのファールが起こるというのはもう必然ですよね。これはじゃあもう皆さん見解は一発レッドを出すべきだったということで、一致ということでよろしいですか。はい。Yes.